今まで実路サイズでこれは無理と言われていた7テスラ ×15ケルビン ×40キロアンペアを世界で初めて日本のヘリカルフュージョンがクリアしたと発表しました。これは欧米の大型プロジェクトでもまだ条件を揃えきれていなかったところです。今回のポイントは核融合で発電できるかではなく止めずに回し続けられるかに踏み込んだ成果である点です。今電気を大量にしかも24時間止めずに使いたがっているのは生成 AI のデータセンターや水素製造装置のような設備です。電気に左右されず価格もぶれない電源があればこうした新しい産業のコスト構造を安定させやすくなるでしょう。今日はこのトピックを3つのポイントに分けて解説します。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。電気が必要な時に必要な場所まで届かないといったことが大きな課題となっています。再生可能エネルギーは太陽光や風力など自然に頼る発電方法であるため天気や季節によって発電量が大きく変動します。例えば太陽光発電は日中に多く発電されますが電力使用量は夕方から夜にかけて増える傾向があります。発電量が最大の時間と消費電力が最大の時間が一致しないため発電した電気を無駄なく生かすのが難しいのです。このズレを調整するために蓄電池や火力発電を使いますがどうしてもコストはかさんだり CO2 排出が増えます。このような背景を踏まえ核融合発電は次世代のクリーンエネルギーとして大きな注目を集めていますが実用化には多くの課題が残されています。実は核融合反応を安定して継続させるためには1億度を超えるような超高温高密度のプラズマを長時間かつ安全に閉じ込めておく必要があります。これは既存の発電方式にはなかった非常に厳しい条件でプラズマが装置の壁に触れると急速に冷えてしまい結果として材料の劣化や損傷リスクが生じやすくなります。また現在のところ核融合反応によって投入したエネルギーを上回る発電エネルギーを安定的かつ継続的に取り出すことにはまだ至っていません。2025年時点でも投入エネルギーを回収エネルギーが超えた事例は限られており同容量かつ長期の連続運転にはさらなる技術革新が求められています。さらに材料面でも乗り越えるべきハードルがあります。超高温高密度環境での中性照射に長期間耐えられる金属やセラミックスが不可欠であり部品の寿命や保守コストは経済性に直結します。加えて装置の建造には数千億から数兆円規模の投資が必要となるケースもあり投資回収の視点からも慎重な検討が求められています。実際に国際共同で進行中の核融合実験のITERでも2024年から2025年にかけて計画自体の見直しが行われました。その結果初期運転の開始時期は2030年代後半まで遅れる見込みとされ建設コストについても約50億ユーロの増額が報じられています。他にも発生した中性子によって装置内部で微量の放射性物質が生成されるため廃棄物処理や安全対策も欠かせません。このように核融合発電には安全クリーン持続可能といった大きな期待が集まる一方現時点では発電コスト材料や装置の耐久性投資回収安全確保といった複数の課題解決が不可欠な状況です。こうした課題を乗り越えるため近年では制御装置で外側から調整する従来型の考え方に加え装置自体の構造による安定運転という新しいアプローチが注目を集めました。さまざまな先端技術を組み合わせることで実用化を見据えた統合的な挑戦が本格化しているのです。このような背景を踏まえてヘリカルフュージョンはヘリカル方式と
高温超伝導マグネットの組み合わせに着目しました。発電装置で安定したプラズマを維持するためには外側から制御するだけでなく、装置本体の形状や構造を最適化し、自然に安定した状態を生み出す仕組みが重要です。さらにプラズマが炉の壁に触れて急激に冷えてしまうのを防ぐため、非常に強い磁場を使って真ん中に閉じ込めることも不可欠となります。ヘリカル方式は核融合炉でプラズマを安定して閉じ込めるために用いられる磁場配置方式の一つです。螺旋状に配置した磁石によって磁場の形を立体的に工夫したことにより、プラズマが装置の中央に自然と集まりやすく、無理のない安定した閉じ込めが可能となる特性を持ちます。曲がりくねった滑り台を滑ることで自然とスピードは緩やかになり、特別な力を加えずとも安定するイメージです。つまりヘリカル方式の装置はその形自体が安定性を支えているのです。さらに高温超伝導材料という粘気をほとんど抵抗なく流せる特殊な素材を使ったマグネットを使うことで、エネルギーの無駄を減らしながら安定して強い電流を流せます。この仕組みで従来の方式を上回る強力で安定した磁場を発生させることが可能になりました。高温超伝導では電気の抵抗がほぼゼロになり、大きな電流を下ろすなく流せるのです。さらにより冷やすことで電線が強くなり、作れる磁場も強く熱くなります。この状態は水路に氷を詰めて堤防を作るイメージに似ており、細い部分でもしっかりと流れを支えられます。この高温超伝導マグネットの技術のおかげでプラズマをしっかり真ん中に閉じ込めておける力が高まり、装置全体の安全性も向上しました。また材料や冷却制御の仕組みにも工夫を加え、トラブルを発見交換しやすいモジュール型の設計、省エネルギーで効率の良い冷却システムを導入するなど、メンテナンス性も大切にしています。具体的な技術の積み重ねによって核融合発電は実現に一歩ずつ近づいてきました。では実際にどのような実証や事例が発表されているのでしょうか。2025年10月、ヘリカルフュージョンは7テスラという強い磁場と15ケルビンという極低温の環境下で40キロアンペアの導電流を安定して流すことに成功したと発表しました。この実験は実際に発電炉で使うのと同じ大きさの高温超伝導コイルに本番の大型炉と同じ環境で大きな電流を流すことに世界で初めて成功したという点で大きな意義があると説明されています。同時に最終段階の統合実証に向けて実証機ヘリックスハルカンの製作建設を開始したことも公表しています。この成果は多くのメディアで世界初の条件達成として取り上げられ、商用炉実現のために欠かせない技術の前進として高く評価されました。2030年代の実用発電化に向けて、これからは運転稼働率や冷却に必要な電力など具体的な KPI の公表にも期待が高まります。サプライチェーンの面でも2025年9月に富士電機とマグネット用電源装置の供給契約を結びました。この契約はハルカだけでなく、将来的に計画されているヘリックスカナタでも使うことを見据えています。また2025年4月にはフジクラから高温超伝導テープ洗剤を追加で調達することも発表されました。この洗剤は合計で数万キロメートルにも及ぶ大規模なもので、量産や価格安定につながっています。さらに2025年7月には東芝エネルギーシステムズと電流を流すための電流リードの共同開発でも合意していて、必要な技術や部品の確保も着実に進んています。学術分野でもいいニュースが続いています。同じヘリカル方式の装置としてドイツのベンデルシュタイン 7X が2025年5月に高いトリプル積を43秒維持することに成功しました。このトリプル積とは核融合発電の性能を評価するための指標で、
プラズマの密度を温度、閉じ込め時間の3つを掛け合わせた値です。この値が大きいほど核融合反応を持続させて十分なエネルギーを得やすくなります。このようにメンデルシュタイン 7X は長時間かつ安定した核融合条件を実証したことで、長く安定して運転する技術の流れが世界的に加速していると言えます。この結果は安定して長く運転できる方式が着実に発展していることを示していて、ヘリカル方式にもさらに注目と期待が集まりました。日本のヘリカルフュージョンはこれを高温超電導を前提に量産できる形でやろうとしているのです。全体として見ると、基礎となる技術の実証、装置の製作、部品や電源の調達、さらに外部団体による研究成果まで全てが連携して着実に前に進んでいますね。こうした質のある進展の背後には、素材や電源分野で活躍する企業の存在があります。まず例として株式会社フジクラをご紹介します。ヘリカルフュージョンはフジクラから高温超電導テープ洗剤を追加調達し、必要な部品の安定供給体制を本格的に強化しています。このテープ洗剤は長さがあり、大きな電流にも耐えられるもので、今後は統合実証機ハルカから商用化に向けた彼方へと段階的に使われる計画です。量産を進めることでコスト削減や安定供給のチャンスが広がるとされています。レブコ洗剤と呼ばれる高温超電導剤の年間生産量は全世界で数千キロメートル規模と言われ、需給が厳しい中では価格や収益面にも良い効果が見込まれます。注目すべき指標として、長尺品のぶどまりや1メートルあたりの販売価格、さらには増産に向けた投資がどれくらい進んでいるかがあります。ただし木土類などの原材料価格の変動、海外メーカーの生産拡大、品質基準の調整といったリスクがある点にも注意が必要です。今供給が厳しい状況で先に動くのか、品質や価格の安定を待ってから投資するのかは慎重な判断が求められます。続いて富士電機株式会社です。ヘリカルフュージョンは富士電機と高温超電導マグネット用の電源装置について供給契約を結びました。まずはハルカ向けですが、今後はカナタ向けにも適用を広げていく予定です。富士電機の強みは、大電流を流せる直流電源が作れるだけでなく、その後の運転の最適化や機器の更新、長期間にわたる運用サポートで継続的な収益が見込める点にあります。注目したい指標には、パワーエレクトロニクス事業の受注残高、各プロジェクトごとの採算、保守契約が売上全体にどれくらい占めているかなどがあります。一方でプロジェクトの遅れや仕様変更、試験結果による計画変更などのリスクも想定しておくことも必要でしょう。また東芝エネルギーシステムズと協力し、電流リードの共同開発にも取り組んでおり、接点の損失や冷却パワーも低電できるよう工夫しています。このような電源や低温配線の技術力が最終的には装置の稼働率や LCOE に大きな影響を与えます。最後にここまでの内容を3つのポイントで整理しましょう。1つ目は、高温超電導マグネットを用いることで核融合発電が長時間安定して運転できる可能性が高まったこと。2つ目は、統合実証用装置ヘリクスハルカの製作計画が始まり、実際に使う洗剤や電源といった国内での調達も進みつつあること。3つ目は、止まらない発電を実現できれば電気の価格変動が抑えられ、社会や産業にとっても安心材料になるということです。今後は安定して動かせる時間や冷却に必要な電力、投入エネルギーと発電された回収エネルギーの差分など、主要な KPI が公表されるかにも注目していきたいですね。また気になる話題や技術などがあれば、ぜひコメントで教えてください。今日はここまでです。
この思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。